モンチャンネルへ、ようこそ。
般若心経を唱えて挑む極楽往生今後の杖に託した空海の道南所石槌横峰の寺愛媛を菩提の道場眺めも清し雲辺これより巡る讃岐寺は大師生まれの善通寺から最終札所の奥母寺讃岐香川は涅槃の道最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。次の動画のご視聴をお待ちしております。